ちょっと今日はですね、珍しい回になっちゃうと思うんですけど、鴨頭ガ人ラまあ、えっとね、11月にしようかな。11月こんなスケジュールで動いてたよっていうことをババババッと説明して、なんでこんなに幸せなのかっていうまとめをしようというふうに思っております。11月はですね、えー、倫理法人会のモーニングセミナーで自分磨き、それからアパレル、 メーカーのカモッチ、アパレルブランドカモッチのパーカーの、えー、モデル撮影会。これ自分がモデルやってますからね。えー、それから、えー、っと、初めて行く美容室、ベイシュアーニューヨークのヘッドスパを体験。その後、NFT クールガールの妹さんや、え、AI アーチストの久保田望さんたちと、えー、焼肉マフィアで食事して C シャバー。もう熱く熱く何時間も語りました。えー、社員ミーティングをやって、 コミュニケーションの学校の入学体験講座。次の日、人間ドック、今年2回目。えー、そして、フィナンシェというトークンの会社の国道さんという方と対談、むちゃくちゃ勉強になったな。その後国道さんと一緒に焼肉マフィアでお食事。えー、その日次が、 えー、コージーさんという方と初のボイストレーニングを受けました。で、このボイトレなんで受けてるかっていうと、えー、ダイヤモンドユカイさんにプロデュースしていただいて来年歌手デビューをするためです。56歳デビューです。えー、そのサンミュージックさんというところにね、ダイヤモンドユカイさん所,あの所属しているので、サンミュージックのマネージメントチームの方と、まあ、契約関係も含めてミーティング。 ここでね、スケジュールを大体決めました。どれぐらいでデビューするかとかね、デビューの時にはどういう編成台をやるかとか、もうバンド入れようと思ってます。え、その後ですね、えー、っと、6回、東京エデュケーションギャラリーの打ち合わせを、えー、内装業者さん、ネビックさんと、それからノックスさんっていうもう日本の NFT の、まあ、イベントを一番やられてるが会社さんと打ち合わせをしました。えー、その後、えーっと、銀座のサウナに行って、 でえー、久保田望さんと税理士の河野さんと一緒に、えー、熱く熱く NFT や未来について語り合いました。えー、次の日、え、コミュニケーションの学校の入学体験講座、そして1899モールというライブコマースでカモッチのパーカーのライブ販売。えー、それから次が森ちゃん。森ちゃんっていうね、えー、株式会社人生の味方さんの、えー、なんつうの 情熱大陸みたいなムービービ今作ってるんですよ、えー、映画監督ミホリンと一緒にその内容についてシナリオについてのミーティングをして、えー、また僕はあの銀座のサウナに行ってまいりました、えー、それから今週かな先週か、えー、中学校ですね 三重県熊野市の木の本中学校で講演会をやってきました。楽しかったなぁ。木の本中学校のみんな元気かなぁ。元気だよなぁ。どう考えても。も本当に目がキラキラで素敵だった。えー、そして次の日に、えー、名古屋の方で、えー、話し方の学校の、えー、ベーシックコースの授業を丸1日やって、日帰りで帰ってきて、えー、次の日に、加納理恵さん。 売れるセールスの学校という事業をやりましてその後ね、焼肉マフィアで貸し切りのパーティーもやりました。次の日が東京武士道会という裏千家のお茶会のオープンのお茶会ですね。参加してくれたゲストの方5人が新しく仲間に入ってくれるというですね、もう大盛り上がりのお茶会でございました。次の日に、ウェブ3おじさん、えー、1万人育成計画のプロジェクト内で まあ、エデュケーションパスポートの価値の上げ方っていうゴリゴリのオンライン講座をやって、もうこれやった5分後にはですね、コミュニケーションの学校の入学体験講座をやって、その後、カモブックスですね、コミュニケーション大全、今もうちょうど4万6千、9ずりまで行きましたけどね、えー、ミーティングをやって、えー、次の日が、草加工大。 ねうちの社員やってる草加工大キックボクサーですよ。の試合を焼肉マフィアをもうお休みにして全員で応援しに行きました。これ同点だったんだよななんだよ、チェアマンの判定でまあい,いや、あの、もう素晴らしい試合でした。えー、そして、えー、っと、次が、 えっと、愛知県豊田市の方でですね、えっ、ー、と、スーパー山信さんという素晴らしい会社で企業講演をさせていただいて、次の日に、愛知県豊田市、豊田市中央倫理法人会というところでスペシャルモーニングセミナー70分のコアをやって、えー、その後、その日の夜ですね、え、焼肉マフィアで貸し切りで、ウェブ3おじさん。まあ、これエデュケーションパスポートホルダーか。エデュケーションパスポートホルダーのみんなと、もう、大盛り上がりの、 えー、焼肉パーティーをやりまして、次の日に社員ミーティングをやって、音声診断のプログラムの確認をして、川野会計事務所さんとの会計の確認をして、えー、株式会社改善さんのコンサルを受けて、コミュニケーションの学校の入学体験講座。すごいね、一日でこんなにやってね。で、次の日が、えー、大阪入りして、えー、株式会社人生の味方、森ちゃんの会社の主催のね、 えー、講演会をやらせていただきました。これも盛り上がったな次の日にそのまま、あ、違うわ。次の日東京に戻って、えー、話し方の学校のスピーチアワード、卒業スピーチ大会をやって、その後講師の懇親会をして、まあ終わった後はね、副学長の、えー、吉井奈々さんと森田一郎さんとまた夜ね、ビジネスについて語り合って、えー、そして昨日かな。 昨日は日曜日だったので、家族とお買い物に行った後、今度はね、えー、っと、コミュニティマネージャー、Web3 おじさんの NFT のグループのコミュニティマネージャーのトレーニングをしました。4人今度コミュニティマネージャーが就任するんですよ。 あの、活性化するためにね、え、うちの会社の、おと、役員をやっている、つかさと、くるみんと、で、社員の、あさみとボニカこの4人がね、コミュニティマネージャーになるんで、トレーニングがっちりやりました。盛り上がったな。そして、その後、えー、銀座のサウナに行って、またですね、久保田望さんと、えー、会計士の河奈さんと一緒にですね、えー、話ミーティングしまして、 ま、ここでは結構濃い内容だったな。えっと、今の Web3 おじさんをどうやってね、増やし続けていくかっていう内容と、それからエデュケーションパスポートを買ってくださった皆さんにどうやって喜んでもらうか。ユーティリティの設計ですね。結構ね、企画多いんで増えまくってるんですけど。え、それともう一つ。 これは来年の話なんでまだ確定じゃないですけどねジェネラティブについてのちょっと相談をしております。というふうにですねまあ鴨頭義人のこの11月のね大体半月ぐらいのスケジュール今ザーッと言ったんですけれどもものすごい多岐にわたっていろんなことをやってるんですけどまあこのスケジュールを聞くとですね多くの人がなんでこんなにね パワフ言われてる言われたりするんですけどそれはですね人がいるからなんですよねこれサウナ自分一人でこんなに定期的に行けてるかというと多分行けてないと思うんですよやっぱり久保田のぞむさんとあと川野さんがいてここで NFT についての語り合いとか うちの会社、東京鴨頭ランドの未来についてとかこう人生について、大体この3つしか喋らないんですけどね、について語り合えるからやっぱり行こうって、また行こうって、このサウナのために頑張ろうみたいなになってるんですよ、講演会だってそうです、講演会僕1人でできないです。 主催してくださってるね、例えば会社で言うと山信さんっていう会社だったりとか、人生の味方さんだったりとか、あとは個人の方でコミュニケーション体制のために主催してくれてるような人がいるから講演会が開けていて、東京武士道会だってそう、先生もいるし、仲間もいるからお茶会ができているし、コミュニケーションの学校だって、話し方の学校だって、アパレルブランドのかもっちだって、えんちゃんの会社の人と一緒にやってるからできていて、もうとにかく広大の応援なんてね、みんなで行きました。 僕の活動はすべて誰かと一緒にいるからできている活動です。もう本当になんかちょっとそのことを思っただけでちょっとね、あの泣きそうになっちゃうんですけど、まあここでえと僕がまとめたいのは人生を豊かにするには誰といるかがやっぱり大事で、もちろん僕みたいにもうありとあらゆることに手を伸ばせばいいって言ってるわけじゃなくって、やっぱり自分一人だったら やらなかったことできなかったことをやろうと思ったら誰かと出会って誰かと一緒に活動することそして誰かと出会って誰かと一緒に活動するために大切なマインドはそんなに複雑じゃないと思ってますたった一つノリがいいことやっぱりノリがいい人がノリがいい人と出会うんですよそして自分がノリがいい状態だと 相手の話にも乗れるし、こっちの話にも乗ってくれる人、そう、乗りのいい人が引き寄せることができる。だから大切なのは、待ってることじゃない。自分が乗りよく動くこと。それが、たくさんの人と出会って、たくさんの人と一緒に、今までに経験したことがないことをできる、そんな豊かな人生の過ごし方なんだと、改めて噛み締めました。 それでは今日という一日が皆さんにとって最高の一日になりますように。せーの、いいねー